どうもこんにちは、イコールです。今回ですね、チュアンの、全力火力見てみたいと思うので、やっていきたいと思います。編成はこんな感じ。はじめに読み継承、ルシファーにシーナ継承、で、こっちのルシファーに、イチゴエンハンス。これがまあ今回のもう肝ですね、一番の。イチゴエンハンス。で、プレーナ。プレーナコンボ加算用なんで、カオスレイムで列強化足してます。で、チュアン。やばいっしょ。もちろんバッチは攻撃バッチで。トリマー何ターンだ？スキルが溜まるまで、22ターンカットしまーす。カット。さあ溜まったんでやっていきましょう。ギリギリだった。さあまずはプレーナー発動。そして、どれからいこっかな。まあ、まずジンからいきましょう。シーナジン。で、この時点で、まあ、欲しい盤面としては、まあ、21個、闇21個が理想かなって感じ。20、いや、そうだな、22個かな。これ何個今、これ22個な気がするけど、まあいいや。で、読み発動して一瞬で終わらせてやる。発動、これによって倍率が、18倍。18倍エンハンス。ありがとうございます。さあパズル力との勝負、一発で決めてえな。いきます。あ、決まった。これで、7コンボ ?8、9、10? ドアー、間違いなく最強。はい、ということで、まさかの一発で決まると思ってなかった。チュアンの最強火力、検証してみたでした。今どんぐらい出てるんだろうね。まあ、1600倍、18倍、で、列強これ何個11、14、17、20、23、34。あ、そこ、やばくね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。